はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。多田翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。はい、今日は何の話かというと、情報発信についてです。情報発信を自分自身のコンテンツ化というふうに捉えて、その意味は何かと、後半ではどういうふうなやり方でコンテンツ化、情報発信をしていけばいいかというのを掘り下げて皆さんと一緒に考えていければと思います。それでは最後までぜひお聞きください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは、情報発信ですね。個人で発信するこうコンテンツと考えたときに、その本質は何か、そしてどうやって情報発信をしていくかという内容になっています。皆さんは普段、情報発信をされていらっしゃるでしょうか。手軽なものだと、ソーシャルの Twitter とか Facebook、あるいは Instagram であったり、いろいろこうプラットフォームがあるので、ネットで発信をするというのもすごく普通のことになってきているのではないでしょうか。私の場合はよく使っているのは、ブログとノート、あと Twitter と YouTube、あとはスタンド FM の音声配信もやっています。で、こうした個人での情報発信は、要するに何をやっているかというと、今日のテーマである自分自身のコンテンツ化だと思うんですね。自分がやっていることであったりだとか、普段こう感じたこと、思ったこと、考えたことを言葉だとかテキストにして、あとは音声にしたりだとか配信をしているというのがこう自分のコンテンツ化の捉え方かなと思います。でもう少しですね、自分のコンテンツ化について掘り下げてみていきたいと思います。で、自分のコンテンツ化にはこう因数分解をすると2種類あるなと思うんですね。で、それは経験のコンテンツ化と知識のコンテンツ化、この2つなんです。で、経験のコンテンツ化と知識のコンテンツ化の違いは何かというと、例で説明をしてみます。例えば私 あのキャリアで、こう前職は Google だったんですね。で、 Google を辞めて今はフリーランスになっているわけなんですが、こうフリーランス、Google を辞めてフリーランスになった時のケースを経験のコンテンツ化と知識のコンテンツ化にもしするとすると、どうなるかというのを例として当てはめています。経験のコンテンツ化はどんなものがあるかというと、 Google を辞めようと思った経緯、出来事ですね。その後にフリーランスになってどんな働き方になったか、そしてこれらをキャリア全体で振り返った時にどんな経験ができたかといったようなこう話をブログで書いたりだとか、ノートで発信する。あるいは、音声配信として、発信していくというもの。これが経験のコンテンツ化です。で、もう一つの、じゃあ知識のコンテンツ化は、どんなものになるでしょうか。知識のコンテンツ化は、会社を辞めるかどうかのこう判断基準を整理してみる。こう転職だとか、独立をするときに、どんな基準で考えればいいか。あるいは副業をして会社員の時からも副業を続けてビジネスキャリアを作る方法として一般化する。その後の今のフリーランスの仕事の仕方をもう少しいろんな人に当てはまるように抽象化をして、フリーランスとして働き続けるためのこうノウハウだとかやり方、こうしたコンテンツというのが経験から一歩引いて抽象化したものが知識のコンテンツ化になります。いかがでしょう。2種類のコンテンツ化、経験のコンテンツ化と知識のコンテンツ化、なんとなく違い、イメージは湧いたでしょうか。平たく言うと、経験のコンテンツ化というのは具体的な出来事をそのままこういうふうなやり方、出来事があったというふうな情報。一方の知識のコンテンツ化は、その経験から学びを一度一般化して、例えばノウハウなどにして抽象化したもの。これが知識のコンテンツになります。もう少しここからはですね、自分自身の知識をどういうふうにコンテンツにできるかというのの方法を整理してみたいと思います。はい、では自分が学んだこととか持っている知識、専門スキルだとかノウハウというのをコンテンツにする方法はどういうふうにすればいいと思うでしょうか。改めてこう自分のやっていること、情報発信を知識のコンテンツの側面で見たときに、どんなやり方があるなというのを整理してみると、知識をコンテンツにする方法というのは5つあるなと思いました。1つ目が、普段からこう一言で言語化したりだとか、時には図解に書いてあるもののビジュアライズを意識しておく。
2つ目がさらにそれを人に教えたりだとか説明を積極的にしてみる。3つ目は一度こうノウハウに仕上げたものを他でも当てはめることができないかと別の機会で試してみる。4つ目のポイントはもしその別の機会でうまくいかなければ何が要因なのか、例えば前提の違いが何かというのを掘り下げていく。で、5つ目のマインドセットとしては、まあ、常に新しいことを試そうというふうに考えておく。こんなふうにやっておくと、普段の皆さんご自身の経験とか体験というのを知識のコンテンツにもできる。経験のコンテンツだけで終わらずに知識のコンテンツにできるというふうに思いました。はい。で、5つのうちですね、ちょっと、補足をしておきた方がいいかなと思うのは、4つ目に言った、こう前提の違いを掘り下げるですね。うまくいかなかったとき、別の機会でうまくいかなかったときに、前提の違いを掘り下げるについてです。で、この場合、この場合というのは、自分のこうノウハウだとか専門スキルを別の機会で試したときに、うまくいくときとそうではないときがあるんですね。例えばのケースに当てはめると、今まで会社の中の仕事でやってきたことを、新しいプロジェクトで、やってみる。あるいは社外の何か活動で試してみるといったような別の機会で試す場合です。で、この場合にやり方がうまくフィットする場合とそうならない場合がある。で、こうしたケースで、掘り下げてみるといいんですが、その時に、意識しておいた方がいいかなというのが一つあって、まあ、前提の違いなんですね。で、うまくいかないのは、まあ、概してこう同じ前提でやってしまった。これまでの仕事では、例えば、そうですね、上司がうまくフォローしてくれたから、ワークした、機能したのに、他のプロジェクトになると自分一人だけなので、まあ、フォローがないとまだ一人前ではなかっただとか、まあ、社外に行っても同じです。まあ、そうした前提の違いがあることを改めてこう発見できるというのも一つ、気づきになるので、まあ、これ自体もしかしたら、知識のコンテンツ化にできると思います。つまり、横展開する、何かを応用するときには、まあ、前提を踏まえておいて、まあ、その前提が違えば、全く同じやり方ではなくて、新しい機会にちゃんと応用する、フィットするやり方をやっていこうというような、こう一般化、これ自体が知識のコンテンツ化になります。はい。というわけで、そろそろクロージングです。今回は、情報発信というものを、コンテンツ、自分自身のコンテンツ化にするという見立てで話をしてきました。いかがだったでしょうか。最後に、まとめとして、簡単に振り返っておきます。情報発信を、こう捉え方を今回は自分のコンテンツ化というふうに見立てて、2つに因数分解をしました。経験のコンテンツ化と知識のコンテンツ化です。経験のコンテンツ化というのは、まあ、具体的な出来事で、知識のコンテンツ化というのは、それを一般化したもの、抽象化したものです。まあ、自分の学びを他にも当てはまるような、応用ができるものにが知識のコンテンツ化です。知識をコンテンツにする方法を5つご紹介しました。一言で言語化をしてみる。二つ目がそれをさらに人に教えたり説明をしてみる。三つ目が別の機会で試してみる。四つ目、うまくいかなければ前提の違いを掘り下げて、なぜうまくいかなかったかというのをこれ自体もコンテンツにしてみる。五つ目のはマインドセットとして常に新しいことを試してみよう。まあ、こうした姿勢だとか気持ちを持って経験をこう知識にする、まあ、それを経験のコンテンツとして発信するのもよしですし、知識のコンテンツとしてよりこう一般化したもの、抽象化したものもコンテンツにしておくと、まあ、自分の血肉になっていくでしょう。はい、今回も貴重なお時間を使って最後まで聞いていただきありがとうございました。このチャンネルでは毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。またチャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。